さあ先へ進んでいくぞ。これまた暗いな。お、あの小さな明かりは。この小さな明かりはアイテムですね。とりあえず取りましょう。女性もののハンドバッグのようだ。お、ハンドバッグ、中にお金とか入ってんのかな？新聞かよ。いらないよ、そんなの。地質調査員不明。行方不明。ああ、行方不明になっちゃった人がいるみたいですね。恋人らしい二人の写真。これは飛ばす。さあ、どんどん進んでいこう。お、なんか人がいるね。あの人にちょっと追っかけてみましょう。物音が。誰かいるのかな？うん、どうなんでしょうね。ええー、この手は何ですか？ミオ、何なの今の手は。勝手に人の家に入るのもこれまたすごいな。大阪家。大阪さん家ですね。じゃあちょっと物色させていただきます。どう？お、人がいる。人か？いない。限りなく怖い。まあ、この家をちょっと探索することになりそうなんで。まあ、田舎はみんな鍵かけないって言うからね。もう鍵かけないと、こういう泥棒に狙われちゃうんで、皆さんはちゃんと鍵をかけましょうね。勝手に開けてるし。怖い怖い。ああ、昔風の家ですね。もうだいぶボロいな。誰もいないのかな。奥へ行ってみる。奥行くの？めちゃくちゃビビってるし。お姉ちゃん。お姉ちゃん、もうめっちゃビビってどうるしよ。たの？なんかフラッシュバックが。さっきの女の人ですかね。マスミさんを探してんのか？一人で探してたのかな。すげえ勇気だな。殺したくえ？何やら。大丈夫だ。俺もわからない。現象にあって奥に行ってみようっていうのがまたすげえよな。はい、進む。ああ、何かいる。とりあえずついていこう。ああ、確かに離れると怖いね。おお、怖い怖い。おお、とりあえずついていきましょう。て、画面暗いよ、これ、本当に。あ、今、なんか、アイテムらしきものが。
落ちてた。懐中電灯、電池はまだ残ってるようだまだ電池残ってるんだ。長持ち、アルカリ電池かな。よかったね、ミオ。妹が先に行くのかよ。あ、そっか、お姉ちゃんは足怪我してるもんね。私が先陣を切る。暗い、懐中電灯でいろいろ照らせる、照らしながら。寒いだと、冷房ちょっと効きすぎなんじゃないか、この家は。クールビズなんだから節約しないと、節電の時代だよ。お、アイテム。このアイテムを取るときも触る、 A ボタンで手を伸ばしながら、これがまた怖いんだよ。手帳、一緒に帰りましょう。二人でなら出られるかもしれない。このメモを読んだら大声を出して。大声出してって、大声出したくないよこんなところで。誰かいるの？誰もいてほしくないけどね、むしろ。ちょっとこっちの方も見ていきましょう。ない。外に出れますね。ちょ、外も何もない。これはなんだ？調べる。布がかぶせられている。めくる。めくるのか。なんかあんのかこれ。ああ、鏡ですね。それだけ？なんもないの。ここはもうこれで終わりかな。何にもなさそうなんで、とりあえず出よう。このドアを開けるときの音も。おう、なんだ、あのドアを閉めた音か。びっくりした。お姉ちゃんいるの？あ、いるいる、ついてきてるね。またガイドさんがいたんで、ガイドさんについていきましょう。ガイドさんはこの部屋に向かっていったようだ。この扉の向こうに。なんかいそうで怖い。人の気配はないようだ。あ、いないの。あ、い、びっくりした。なんかある。とりあえず取りましょう。あ、幽霊だから人の気配はないとは思うんだけど。え、何が変なの？写影機、覚え書き。何が？おお、写影機。写影機を発見した。せっかくだから、もらっていきましょう。それは、それは何？とんでもねえカメラだな。
輩めっちゃアグレッシブだよ。どなたですか？とりあえず射液を手に入れた。このゲームはこれが武器になるんだ。これで戦うっていう、なかなか珍しいシステム。ちょっとさっきもう一つアイテムがあったみたいだから、ちょっとこれを拾いましょう。あ、手帳ですね。こっちの方は何かあるのかな。誰か、え、誰かいる。あ、さっきの、え、こっちの部屋に誰かいるの。とりあえずこれを取ろう。万葉丸、これ体力回復のアイテム。あんまり飲みたくない、な、薬みたいで。誰かいるって、誰かいるの。ちょっとさっきのガタガタしてたところに開けようと思います。開ける。おっと、おっと、これいるよ、絶対いる。おお、戦闘です。カメラを構えて霊をキャッチャーサークルに収めて32ダメージ。どこだ、いた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 。でどんどん霊力を貯めて使ったら、ちょっと、見事撃退。消えた。この子も霊を写真で撮ろうっていう発想がすごいよな。この家から出よう。確かに霊をもうこんなとこ高級な一眼レフカメラも手に入れたし、もうめっちゃビビってるお姉ちゃん。俺も嫌だよ。出ましょう。え、まだいるのこの人。とりあえず出口はこっちだからついていくしかない。急げ。開かないよ。何今度は。いるよ。あそこにいるよ。見えましたよ。アイテムが左に光った。とりあえずカメラ撮りましょう。こう霊を撮っていくと点数が入るんで、点数を貯めていくと、まあカメラの機能を強化できるっていうシステムなんでね。まあなるべく霊は撮っていきたいと思います。このモヤ、モヤも取りましょう。別の場所が映り込んだ。さっき手帳を拾った火鉢のようだ。さっきのところへ行けと。さっきアイテムがあった、ちょっとこれを拾って、また手帳、いっぱい落ちてるな手帳。あ、村の鳥居をくぐるともう戻れない。村で生き残ったのはただ一人の女だけ。あ、生き残りがいるんだ。生き残りがいるみたいだけど、とりあえずちょっとこっち行ってみるか。暗いなあ。あ、セーブポイントがある。ちょっとセーブをさせてもらいます。
セーブ。はい、というわけで、とりあえず切りがいいので今回はここまでにしたいと思います。次回もこの後この大阪山地を物色したいと思うので、よろしくお願いします。それじゃあまた。